ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は家系ラーメン杉田屋さん、まあ家系ラーメンといえばもう総本山を筆頭にも現在無数の、ラーメン屋さんがですねしのぎを削る一大ジャンルですが、もう自分は本当にこの杉田屋さんとの出会いがなければここまで家系ラーメンにハマることはなかったという、とても大切なお店杉田屋さん、年内最後の訪問です。行ってみましょう。こっちこそありがたく、いつも美味しいスープをいただけるのも、そうなんですね。そうなんですよ。他にも結構行かれてるじゃないですか。はいはいはい。結構うちのお客さんでも召し上がられてて、美味しいっていただいてるんで。あ、わかります。まあ、作ってるのはお客さんですけど。あ、お客さんでお店の方ですね。そうです。あ、うちのお肉食べてもらって。あ、
はい、というわけでご覧いただきました、年内最後の杉田さんの一杯、美味しかったです。本当に味はただただ美味しいということで、もう改めてこう杉田さんに簡単に通える距離に、住んでるということをね、本当に幸せだなと感じする今日の一杯でした。はい、そしてまた自分が杉田さんのファンということを公言していることもあって、並んでいるとですね、その他のお客様と杉田さん談義で盛り上がったりもしながら、本当にこう味とまた違うところでも、お客さん同士っていうんですかね、一緒に居合わせた杉田屋さんファン同士でのなんかこう話もあって、よりこうね、一層ホーム感を感じさせてもらえる、今日でした。はい、1年ね、本当にお世話になりました。ごちそうさまでした。そしてですね、今年1年というのは、皆さんにもいろんなご心配をおかけした年であったんですけれども、その時に同時にいろんなことを、応援のメッセージなんかもいただきまして、お世話になりました。ありがとうございました。はい、ロイドご飯のね、大晦日総括としてはまたこの後動画が出ますんで、そちらの方少しお待ちいただきたいんですけども、最近またこう体調のことを気にしてくださるコメントも、いただいてまして、確かに昨年は血液検査 2,3 ヶ月に1回はやっていたんですが、今年はほぼほぼ通えてませんで、ようやく、つい先日通ってきまして、今結果もいただいています。でね、今日はこの食レポの動画ですので、その細かい数字なんかはまた別の時にと思いますが、一応先生からはですね、一応数値上がってるものもありながらも、人に気をつけながらラーメン楽しんでくださいというふうにおっしゃってもらってますんで、また来年以降もですね、できるだけ長くこのラーメンはじめ、いろんな食事生活楽しんでいきたいと思いますので、応援の方でよろしくお願いします。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。